アナベル資料博物館は2019年のアメリカ合衆国のホラー映画。監督はゲイリー・ドーベルマン、主演はマッケナ・グレースが務めた。資料館ユニバースの7作目であり、資料館冒頭のシーン以降に起きた出来事を描写している。なお、本作はドーベルマンの映画監督デビュー作でもある。アナベル人形がこれ以上の最悪をもたらすのを防ぐべく、 ウォーレン夫妻は人形を自宅に持ち帰り、コレクションルームに保管することにした。その道中。大きな交通事故による交通規制で迂回を余儀なくされた夫妻は道を間違え、自動車トラブルで足止めを余儀なくされてしまう。助手席で地図を広げて、道を確認するロレインと、ボンネットを開けてエンジンを確認するエド。そんな折、ロレインは、 窓の外に交通事故現場で目にした女性の幽霊を発見する。それと共に、自分たちのいる場所が墓地の前であること、女性の幽霊以外にも、数多くの亡者たちが自分たちの周りを取り囲んでいることに気づいたロレインは江戸を呼び戻そうとするが、そこで一人の亡者が江戸を車道へと放り出し、そこに操縦不能に陥ったトラックが突っ込んでくる。ま、一発。 危機を回避した江戸を見て、ロレインはこの事態もまた、アナベル人形が引き起こしたものではないかと推測する。自宅に戻った夫妻は、早々にアナベル人形を地下のコレクションルームへと運び込み、教会から持ち帰ったガラスケースと共に除霊を行い、聖杯も配置し、厳重にアナベル人形を保管していた。一年後、ウォーレン夫妻の審議を問う。 新聞記事を目にするウォーレン夫妻の娘、ジュディは学校で白い目で見られていた。誕生日の近いジュディはクラスメートを誕生日パーティーに誘うも彼女もまたロレインと同じく霊感があること。家に数多くの呪いの品々があることからクラスメートやその親たちからも警戒されており孤立気味でパーティーの招待も断られてしまう。そんなある日、 ウォーレン夫妻は幼児のために家を開けることになり、ジュディと同じ学校の上級生であるメアリーにベビーシッターを頼むことになる。メアリーはジュディにケーキを作るために彼女が片思いを寄せている青年、ボブの働いている店による。そこで彼女の友達であるダニエラと遭遇。やたらとウォーレン家に興味を持つダニエラ。当初は宿題の誘いを断るメアリーもしぶしぶ ダニエラの誘いを了承し、仕方なく、ウォーレン系へと連れて行く。家に着くなり、ダニエラと初対面であるジュディは彼女を警戒するも、ダニエラがジュディにローラースケートをプレゼントしたことで、打ち解ける。このローラースケートで近所を回りたいと言い出すジュディ。メアリーは彼女について行くも、やたらと地下のコレクションルームに興味を抱くダニエラに、メアリーは警戒し、釘を刺しつつ、 しぶしぶ景気番を任せてジュリーと共に、外へ行く。カズとウォーレン家に残ったダニエラは、メアリーの言いつけを守ることなく、家の中を探索。地下室に行く手立てを探して、家の中を探し回り、ロレインの部屋で地下室への鍵を見つける。ダニエラは、コレクションルームへと忍び込み、片っ端から、いわくつきのものに触れては、問いかける。 もし幽霊がいるのなら何か合図をしてやっぱり何もないのだ。そう思って部屋を後にしようとしたところにガタンともノートが響く。ケースの中でアナベル人形が倒れ込んでいるのを見つけたダニエラはアナベル人形を封印しているガラスケースの鍵を開けてしまう。それが恐怖の始まりになるとも知らずに。カッコ内は日本語吹き替え声優。2018年4月27日。 アナベルシリーズの第3作の制作が発表され、ゲイリード・ドーベルマンが監督に起用されると報じられた。7月19日、ジェームズ・ワンは本作がウォーレン夫妻の自宅に保管されてからのアナベル人形に焦点を当てた作品になると述べた。9月5日、マイケル・バージェスが本作の撮影監督に起用されたとの報道があった。11日、ドーベルマン監督は本作が 資料館冒頭のシーン直後の出来事を描いた作品になるという趣旨の発言をした。2018年9月28日、マッケナ・グレースがキャスト入りした。10月1日、マディソン・アイズマンが本作に出演するとの報道があった。16日、パトリック・ウィルソンとベラ・ファーミガの出演が決まったと報じられた。17日、ケイティ・サリーフが本作に起用された。 本作の主要撮影は2018年10月17日にロサンゼルスで始まり、同年12月14日に終了した。撮影中、マッケナ・グレースに鼻血が止まらなくなるという心霊現象が発生したため、専門家による除霊が行われた。当初、本作は2019年7月3日に全米公開される予定だったが、公開日は後に、 同年6月28日に延期された。2019年3月15日、本作のタイトルがアナベルカム・ザ・ホームに決まったと報じられた。31日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作はイエス・タデーと同じ週に封切られ、公開初週末2600万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを若干上回るものとなった。 2019年6月26日、本作は全米3613巻で公開され、公開初週末に2026万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。この数字は資料館シリーズの作品の中で最低のものであった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトの6点トマト図には159件の レビューがあり、批評家支持率は66%、平均点は10点満点で5.87点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、シリーズの過去作品のいくつかより、恐怖度で劣るとしても、シリーズのファンにとっては楽しめる作品である。アナベル資料博物館は、資料館シリーズにまだまだポテンシャルが残っていることを示唆している。となっている。また、 メトクリティックには35件のレビューがあり、過重平均値は53、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。ありがとうございます。